堀内すぐるもんは、埼玉県引群郡メ川町出身の元プロ野球選手、宇藤右みち。小学校3年生の時に、加藤市の軟式野球チームで野球を始め、5年生の時にナメ川町に引っ越してからは、坂戸中央ボーイズでプレーし、中学生時代は、坂戸ボーイズで、保守や投手としてプレーしていたが、3年生時の6月頃から、肩に痛みを覚えると、 やがて野球を辞め不登校にもなった。中学卒業後は通信制の高校に入ったが、坂戸ボーイズの練習に参加したのをきっかけに、再び野球に目覚め、1年生時の8月に、山村国際高校に編入し野球部に入部した。3年生の時の夏の甲子園、埼玉大会の初戦では、保守として出場、前年の周期券大会優勝校で、甲子園出場経験もある。 花咲特有を破った。その後チームは5回戦で敗退したが、野球部初のベスト16入りとなった。なお、高校通算では22本塁打を放っている。2014年10月23日に行われた、プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスに、育成選手ドラフト4巡目で指名され入団した。背番号は131。2015年は、 6月上旬に、西戸崎合宿所での練習中に負傷し、6月15日、骨折した右鎖骨を金属で固定する手術を、福岡市内の病院で受けたと発表された。その影響から2軍戦での出場機会はなく、3軍戦において21試合に出場、打率、102だった。2016年は2軍公式戦において2試合の出場を果たす。 三軍戦では66試合に出場、打率、262の成績を残す。2017年、セッツただし、中田健一らのグアムジシュトレに参加。二軍公式戦は1試合のみの出場だったが、三軍戦において、63試合に出場し、打率、286、1本塁打、11打点と、前年より高成績を収める。 10月31日、育成選手制度の規定により自由、契約公示されたが、12月6日、来シーズンの育成選手契約締結が発表された。2018年、栗原良也と高谷弘明が、オープン戦途中で、故障離脱し、保守が不足したことから、開幕直前の3月27日に支配下、登録された。背番号は39。 開幕1軍入りを果たしたが、出場のないまま半月ほどで登録を抹消された。2軍公式戦は25試合、3軍戦は48試合に出場したが、どちらでも打率が2割を下回る不調なシーズンであった。2019年も1軍出場はなく、10月24日、球団より、来季の契約を結ばない旨を通告され、育成選手としての再契約の打診を受けた。 これを承諾し、再度育成選手として契約した。背番号は144。2020年に軍公式戦に26試合出場して打率。150。3軍戦では44試合に出場し、打率。224に打点を記録する。11月4日、戦力外通告が公示された。2020年12月25日、2021年から、 JFE 西日本でプレイすることが本人のインスタグラムで発表された。ありがとうございます。